皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Thank you mom、 お母さんありがとうというものを選ばせていただきました。と言いますのは、日本ではすでに9月13日、私の母の80歳の誕生日でもあります。以前から何度も話してますけど、私は本当はね、この80歳の誕生日にサプライズで日本に来たかった。計画も立ててました、ずっと前から。妹も休み取ってくれてね。でもね、今日本の水際対策でビザが取れないから私は行けないんです。なのでね、アメリカから何ができるかなっていろいろ考えて、大したことはできないけども、とりあえずプレゼントはね、もうすでに送ってあるので、それを受け取ってると思います。そして、電話もね、もちろんします。そこでハッピーバースデーも歌おうと思ってます。そして今日はこの動画をね、母にね、捧げたいなと思っております。それでぴったりだったのが、今朝桜子さんのチャンネルでね、アメージングレイス、皆さんの歌感動しました。これは風さんがコロナでね、病院から弾いてくれた曲です。それを皆さんとっても綺麗な曲で合わせてくれて、私の妹も参加しておりました。そしてね、風さんどのぐらいコロナがひどかったのかわからないんだけども、でもこの曲が思い浮かんだということは、やっぱりちょっと苦しんだのかなと思うんですね。と言いますのは、私の知人で、最近コロナにかかった人が言ってましたよ。この話したかな、前に。なんかコロナでね、本当に死にかけたと。その時にアメージングレイスが浮かんだそうです。アメージングレイスというのは、素晴らしき神の恵みという意味ですけどね。そして風さんのインスタ見たら、 Oh God ってね、ああ神様って、こんな素敵な写真がね載っていてね、なんだかめっちゃシンクロしました。そして私ね、ちょっと皆様にお願いがあるんです。と言いますのは、ちょっと昨日ね、分かったことなんですけど、私の知人ね、コロナの後遺症で高熱がもう長い間続いているそうです。ぜひ皆さん、彼女のことをお祈りに覚えておいていただけたらありがたいです。心配をするのではなく、心配のエネルギーはね、いいようにはなりませんので、ただ元気になりますようにってお祈りにね、加えてくださったら嬉しいです。ありがとうございます。私は祈りの力というのを信じておりますので、風さんの時もね、皆さんで祈りましたよね。そしてね、風さんのこのお祈りしている写真ね、今日はショートでね、あげたいなと思ってるんですよ。それで、写真は、いくつかあるんですけども、もし皆さんね、風さんのその動画の中での祈っている写真のスクショとかで、なんかそういうのがあったら、ぜひ送っていただきたいと思っております。ぜひね、この風さんの祈っているショートを出したいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そして昨日も、ちょっと予告したんですけれども、ロサンゼルス時間のね、9月13日火曜日の朝、6時ね、35分が日の出なんですね。そして6時35分っていうのは、日本時間で、13日火曜日の夜の10時35分なんですけども、なのでね、10時半ぐらいから、ね、だと思います。もうちょっと早いかな、に日の出を見ながら、母に地球の裏側からハッピーバースデーをね、歌ってね、お会いしたと思っておりますので、もしよかったら皆さんも一緒に生配信で歌っていただけたら嬉しいです。そしてね、その日の出を見ながら、ちょっとお祈りもしたいなと思ってるんです。その知人のためにも、そして皆さんもしそれぞれね、お祈りしたいことがあったら、ぜひ一緒に朝日を見ながらお祈りもしてみませんか。プランとしては、日の出が始まったら、
まずはちょっと1分間ぐらいそれぞれお祈りして、そしてハッピーバースデーを歌おうかなと思っております。そしてその後ちょっと時間があったらね、ハイキングじゃないけどそのうろうろして、岩がゴツゴツしたね、面白いところなんでね、まあ、30分ぐらいの配信になるかなと思うんですけれども、もしよかったら皆さんぜひ参加してくださいね。なんだかとっても楽しみです。そして皆さんの祈りのパワーどうぞお貸しください。そしてね、SK 豊地さんから、エミさんいつも素敵な配信ありがとうございます。9月13日はお母様のバースデー、長男と同じで何かご縁を感じています。長男さんお誕生日おめでとうございます。先日調布の神代植物公園に行き、秋のバラを写真に撮ろうと思いましたが、時期が少し早かったようでした。お母様のバースデーに心を込めて送りますね、ということでね、こちらのお写真を送ってくださいました。どうもありがとうございます。とっても嬉しいです。そして佐藤さんから、エミさんのお母様ハッピーバースデー80歳ということでね、またこちらも素敵なお花のお写真の数々を送ってくださいました。ラサカラー花大集合、ますます若々しくお元気にお過ごしくださいねって、ありがとうございます。そして私は何をしようかなと思ったんですけれどもね、以前スマイルさんからねリクエストがあったゆうすけさんのひまわりという曲ね、こちらをねちょっと歌わせていただこうかなと思っております。母はねいつもひまわりのように太陽のように笑っていました。父はいつも母のことを、ママは我が家の太陽だって言ってました。本当にねそうだったんですね、今でもそうですね。ということでこちらの曲ですけども、伴奏がなかったので募集させていただきましたよね。でその伴奏をねしてくださったのは、以前ねスマップのオリジナルスマイルでも活躍してくださったサラリさんです。もう結構早くにね仕上げてくださったんですよ。でもね音程が私出なくって、それでもう一度やり直していただいたというね、本当にね、でもやり直していただいてももうすぐにできちゃったっていうね、すごいですよサラリさん本当に。なんですけども、で結構前にいただいたんですけどね、こんなに遅くに発表することになってしまいましたが、サラリさん本当にありがとうございます。そしてその曲をね歌わせていただく前に、9月13日の言葉は Today、 今日は Fill your cup with sunshine and laughter、 あなたのカップを太陽の光と笑い声でいっぱいにしてね、ということでね、ちょっとぴったりの言葉だなぁと思いました。本当にそうなるといいなぁと思っております。ということでひまわり歌わせていただきますね。では本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。Have a beautiful day, everybody. では、お聴きください。歌、エミ。伴奏、サラリで。ひまわり。つけまえんぞ、君がいるから。
空は笑顔のひまわりさ、青い空と雲、太陽捕まえんぞ、君がいるから僕は笑う、悲しいお別れも最高の出会いも、ここに生まれた奇跡だな、ありがとう。やがて帰ってくオレンジ色残してさよならをする時も味方だった。月が微笑む、星がそっと寄り添う、どうかいつまでも見守っていて。辛いことがあったなら深呼吸してごらん、泣き虫のひまわり、またいつもの笑顔で上向いて胸張って飛べるから、それと雲、太陽捕まえんぞ、君がいるから僕は笑う、悲しいお別れも最高の出会いも、ここに生まれた奇跡ならありがとう。めちゃくちゃな歌とはちゃめちゃな曲と、だって微笑んでくれてた、あなたは俺の宝物。青い空と雲、太陽捕まえんぞ、君がいるから僕は笑う、最後の別れも最高の出会いも、ここに生きてる奇跡なら、輝く